さん、私たちは原子力規制委員会の今回の人事案に反対してここで抗議を行っています。9月から発足する原子力規制委員会、現在の原子力安全保安委員、原子力安全委員会を一元化し、強大な権限を持ついわゆる三条委員会として発足します。今回国会に提示された人事案、委員候補の5人中3人までが明らかな原子力村の出身者。原子力規制委員会は原子力村との別離、国民の信頼の回復、利用と規制の分離、それを理念として発足したはずです。私たちは現在の原子力規制委員会の委員候補5人中3人までが明らかな原子力村の出身者。この人事は到底認めがたく、ぜひ国会議員の皆さん、この人事案の白紙撤回を求めてください。現在提示されている原子力規制委員会の人事、委員長候補の田中俊一さんをはじめとして、更田豊志さん、中村佳代子さん、大島健三さん、島崎邦彦さんの名前が挙がっています。このうち委員長候補の田中俊一さん、日本原子力研究開発機構副理事長、原子力委員長代理、原子力学会会長を歴任した原子力村40年の強者です。原子力規制委員会委員長候補の田中俊一さん、原子力村40年を過ごしてきました。福島原発事故後、謝罪をし反省の意を表明し、福島で除染活動を行っているからいいんだと原子力規制委員会準備室の方は言っています。しかし一体それでいいんでしょうか。原子力規制委員会委員長候補の田中俊一さん、確かに除染は行っています。しかし彼が行っている福島での除染活動、低線量被曝の影響を過小評価し、避難を妨げ福島の人たちは苦しんでいます。